はい、えー、皆さんこんにちは、えー、心理カウンセラーの野田健太郎と申します今日もご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですね、えー、自民党総裁選もメディアにコントロールされているのかまあその辺のですね、メディアが情報をコントロールしているっていう点について、えー、ちょっとお話をしたいなというふうに思います まあ僕はですね、政治に関してだったりとか、自民党の中の人に関してだったりとか、まあそんなに別に詳しいわけではありませんので、 ま、本来であれば僕が語ることではないのかもしれないんですが、今回の新型コロナウイルスの一連の流れを見ていて、いかにですね、テレビからの情報、大手メディアの力だったりとか、そのあちら側にとって都合のいい情報を流すことによって世論形成をしていく、そのですね、構造がえすごく強いんだなということを改めてえ知りました。そんな中ですね、今回の自民党総裁選挙えについても、 明らかにこれおかしいなって思う点があります。まあいっぱいあるんですけれども、そのうちの一つがですね、自民党の青山茂春さんが、まあほとんどメディアからスルーされているという点について、えー、お話ししたいと思います。えー、そしてですね、もう一つ、アメリカ大統領選挙のどちらが、まあ今、トランプさんとカマラ・ハリスさん、 が、えーまあ、戦っている構図になっているんですけれどもで日本のですね世論調査でどちらがアメリカ大統領になってほしいですかという世論調査の結果もちょっとびっくりするような結果だったんですね。でこれあの何が問題かっていうとあちら側が、まあ、グローバリズムの流れを作ろうとしている、まあ、グローバリスト側が メディアの力を使ってコントロールしそしてですね一般のあまりよく分かっていない人たちが実はそれはメディアに洗脳される形になり残念ながら日本のためではなくてグローバリスト側の後押しをする形になってしまっているということですね多くの日本の一般の人たちがグローバリスト側の意見に洗脳されていってしまっているだから 悪い人がい,い人になり、い,い人が悪い人になっていくという非常に恐ろしい構図がこの日本で起きているんではないかなというふうに思います。でちょっと順番にね総裁選の方から見ていきたいと思うんですがこれ8月23日のテレ東ビズの記事なんですがこれ世論調査 解説とということで次の自民党総裁は小泉氏が首位ということでこれはあくまでも世論調査の結果でしかないんですけれども次の自民総裁は小泉氏が23%で、まあ、トップになったとで石破氏が18%の2位で順位で変わるというふうに記事になっていました。これはテレビ東京と日本経済新聞 が行った緊急世論調査の結果で次の自民党総裁にふさわしい人物を聞いたところ小泉進次郎さんがですね23%でトップになったということが記事になっておりますまああのまあ今こういう現状ということですねまあ世論調査なんでどこが調査するかによってこれ変わってきているところでもあるんですけれども まあ、一つのこういうものが出ているとでもう一つですね、えー、これよく見る図だと思うんですがこれ8月24日の読売テレビの記事になるんですけれども「えー、自民党総裁選大混乱11人出馬か」ということで、えー、この11人の顔が上がっています。 まあ大体ですね、今回は大混戦になるということで、たくさんの顔ぶれが出ているんですが、大体この顔ぶれがどこのテレビ見ていても上がってくるんじゃないかなと思います。上川さん、モ木さん、加藤さん、石破さん、斎藤さん、野田さん、林さん、高市さん、河野さん、小林さん、小泉さんですね。岸田さんは出馬しないというふうになっています。まあこれ、誰がなっても、 今の自民党でであればですねなんとなくその誰がなったからといって、えー、どこまで期待できるんだというところもあると思うしできればなってほしくないと思う人の方がまあ多いような気もするんですけれどもんまあ期待はできないけれども,もうでもそのこの中でも絶対1人だけやめてほしいと思ったらやっぱり僕は。 えこの太郎さんかなというふうにもうこの人だけはやめてほしいっていうふうに思いますが、えー、先ほどの、ね、世論調査の結果の小泉進次郎さんとかも、えー、人気があるというふうに言われているんですけれども、まあ、一番逆に言うとあちら側に使いやすい形に駒になってしまうんじゃないかなだからやりたい放題に、えー、なっていくんではないかなと逆にそういう危険性もすごくあるなというふうに思っていて。 思っっちゃったりもしますよ、ね、で、えー、自民党総裁選については連日ニュースでこう挙げられているんですがこれ東京都知事選挙の時もそうだったんですけども、まあ、東京都知事選挙の時も、えーまあ、大体上位3人ぐらいだけが、えー、テレビで取り上げられるわけですよね上位3人もしくは4人ぐらいまでだけが取り上げられる、えー、そしてこの自民党総裁選も、えー、この、えー、11人 ぐぐらららいいがが前後ぐらいがでですすねよく取り上げられるわけです、えー、しかし、ちょっと待てよと、えー、実はですね、青山茂春さん、自民党の参議院議員の青山茂春さんがですね、えー、一番早くの頃から自民党総裁選に立候補したいということで、えー、立候補を表明していたらしいんですね。で えー、しかしですね、ほとんどメディアで取り上げない、えー、なぜだろうというふうに思っていました。僕は個人的に誰かを応援しているわけでも全くないですし、あれなんですが、でも自民党の中では、中ではですよ、この先ほどの11人に比べるとですね、えー、僕は最、あのー、も,もらしい、あのー、本当に、あのー、ことを言ってるんじゃないかなという部分も、非常に共感する部分もたくさんあります。 で、えー、青山議員がですね、えー、一応立候補を表明しているにもかかわらずなぜかメディアからは、えー、そうするされているわけですだから多くの人がえ青山さん立候補するの、まあ、まだね推薦人のこととかもあるので実際に立候補できるかどうかは分かんないんですがそれは先ほどの11人も一緒なんですよね、えー、なので、えー、同じ土俵なのになぜか青山さん外されているんですよね これによって、えー、多くの一般の人たちはそもそも青山さんが立候補しているってことすら、えー、知らないんじゃないかなもうこのレースから外されているような、えー、状態になっているんじゃないかなというふうに思います。で青山重春議員のですね 8月23日に開催された記者会見の中でこの総裁選の立候補予定についてお話をされていますこれ記者会見を行っているんですねでたくさんの記者さんが来られてお話をしているんですがその中でですねまあ唯一この今出馬を表明している中で、えー、と減税を掲げている。 まあもちろんねこれ財務省が相手になるのでなかなかそう一筋縄でいくことではないかもしれないけれどもこれやらなきゃいけないんだとでそれは自民党のためではなくて日本のためにやらなきゃいけないんだっていうようなことをお話しされていたりとかあとは再 NF 課金をねこれはもうやめるべきだっていう話をしていたりとかまあいろんな話をしているんですが多分この今回出馬している 表明をしている中でですね減税を掲げているのって多分青山さんだけなんじゃないかなと思います、えー、まあ、そういうこともあるのかないのかもしくはもっと他の理由があるのかないのかは僕はわからないですけどもまあ、とにかくですね都合の悪い人はテレビで報道されないっていうのがこの自民党総裁選の中でも これれ行われていいるんではないかなか非常にこれがですねなんとなくニュースを見ていたりとかしても気持ち悪い部分でありまたメディアによる情報操作によってこのいろいろなものが決められていく、えー、世論形成がされていくっていう流れができていくんじゃないかなというふうに思います、まあ、青山茂春さんはですね3年連続で自民党員の獲得人数がですね、えー、トップになってるんですね1位なんですね 要は青山茂春議員がからです、ね、自民党員になった獲得した人数が3年連続1位になっているだから非常に一般の人からあの支持を得ている人の一人なんじゃないかなというふうに思っていますが。 獲得議員が3年連続1位であるということと、あとですね、まあ今回消費税の減税を公約としていることもあるんですけれども、まあ個人企業団体からの政治献金を一切受けていない。まあこの辺のことが、まあ青山さんの強みだということもおっしゃられていたと思うんですけれども、まあ逆に言えばですね、それが強みなのか弱みになるのか、まあこの総裁選とかになると、いろんな派閥争いだったりとか、 まあそういうところからいくと、えー、なかなかですね、その推薦人を20人もらうとか、えー、その辺のハードルが非常に高くなってきていると、えー、いうことも、えー、言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕はですね、本当に分かんないですよ。あの詳しくないので、えー、表面的なことしか分かんないんですけども、まあ、青山さんの、えー、この記者会見、総裁選に関する記者会見を聞いてですね、自民党員の今出ている、出馬表明をしている人の中だったら、 青山さんの当選もしくはですね、まあ、高市さんの、えー、首相の姿も見てみたいなというふうに、えー、個人的には思っていますが細かいところではいいところ悪いところいろいろあると思うんですけども、まあ、本当にですね自民党のことだったりとか、まあ、自分のことだったりとかそういう目先のお金だったりとか利権だったりとかそういうことで動いているわけではなくて本当にこの日本を良くしたいって思っている人が 注目されないようになっている。逆に言うと、あちら側にすると都合が悪いわけですよね。グローバリストだったりとか、グローバリズム、全体主義の流れを作ろうとしているから人からすると、この青山さんの考え方、まあ、記者会見で話していた考え方っていうのは、全くもってナンセンスで、多分都合が悪いことだと思うんですよ。しかし、今このような状況で減税した方がいいっていうのは、これも 僕みたいな素人でも、えー、分かるわけですよね。ねしかし、それを、えー、やろうとしない。それはなぜなのかっていうことですよね。なので、えー、いかに僕たちの情報、まあ、特にですね、テレビから情報を取っている人たちが、まだまだ影響力、テレビの影響力って強くて、えー、一般の人たちっていうのは、やっぱりそこのなんとなくの情報から、えー、いろんなことを自分で判断しているようで、実はメディアにコントロールされてしまっている。 えー、もっと悪い言い方をするとメディアに洗脳されてしまっている状態である。なのでコロナは怖い。えー、〇〇〇〇をした方がいいという構造ができてしまっていたのも今回の構造だと思うんですけれども、まあそれがですね、今回の総裁選挙でも、えー、全く同じように適用されているんではないかなというふうに思います。<music> えー、なので、 今回の総裁選挙、まあ誰になってほしいかっていうこともあるんですが、じゃあ実際に誰になるかって考えたときに、やっぱり、えー、あちら側のいろんなことを進めたい側のですね、とって誰が都合のいい人なのか、えー、っていうことをが多分一番強く働いてくるんではないかなというふうに思います。そしてそのメディアの報道の あり方というのもその流れに沿っていくんではないかなというふうに思います。まあこの構造自体をですね、もう本当にどっかでぶっ壊さない限りはまあなかなかこのメディアによって世論形成されていくという構図が変わらないんじゃないかなというふうに思っています。えそしてですね、まああのもう一つ同じテーマで気になったのがこの毎日新聞のこのニュースですね。これ8月25日に上がっていたんですけれども次のアメリカ大統領 ハリス氏に75%トランプ氏16%毎日新聞世論調査ということでこれ次の、ね、アメリカ大統領選挙どっちになってほしいですかと、まあ、今民主党候補のカマラ・ハリス副大統領ですよねハリスさんと、まあ、共和党のトランプ前大統領この世論調査で、まあ、ハリスさんが75%トランプさんが16%だったということでこれこの数字を見てもですね いかに多くの日本人が洗脳されているのかいかにこのメディアに世論形成されているのかっていうことが、えー、よく分かるこの結果なんじゃないかなと思いますまあでもねいや本当かよってちょっと思いつつも実は僕もですね一般の人と話しているとトランプさん人気ないんですよねいやこういうね 情報を得てる人たちはまた逆だと思いますよ。YouTube とか見て情報を得てる人は全く逆だと思うんですけどその辺の一般にいる人たちっていうのはまだまだですねトランプさんはかなりもうちょっと言っちゃってる人というかもう危ない人あ,のあんな人に大統領になってもらっちゃいけないっていうふうに思っていてで、えー、カムラ・ハリスさん えこの前もいろんな人とね、一般の人と話しているときに、やっぱり女性の方がいいよねって、あの人の方がなんか見た目がいいよねとか、あの人の方がなんか品があるよねとか、えぇ、どっちがと僕は思ってしまうんですけれども、まあ、それがですね、残念ながら一般の人の感覚であり、実はこれグローバリスト対反グローバリストの構図で見ると、このアメリカを守るためにトランプさんが戦い、そしてグローバリストがと言ってもいいような、 ハリスさんが出てきてきいると、まあ、アメリカではこれ、まあ、トランプさんの方が人気多分圧倒的にあると思うんですが、えー、日本ではですねもうダントツハリスさんになっているということです。ということはどういうことかっていうと多くの日本人がグローバリスト側を応援していいるととうことですよ日本を解体しようとしたりとか日本を侵略しようとしたりとか日本を全体主義の一環にしよう。 としたりとか日本を食い物にしようとしている、えー、人たちのことを一般の日本人は応援してるっていうことなんですよね。でなんでそういう構造ができるかっていうとこれはだから、えー、悪さをしている人たちがさも正義のように映し出されそして、えー、日本を守ろうとしている人だったりとか、えー、グローバリズムの流れから立ち向かおうとしている人たちが陰謀論者と言われたりとか。 反〇,〇,〇〇と言われていったりとかまあいろんな言葉を使ってですね、えー、悪者に扱いにされていくこれ日本をどっちが守ろうとしているのか、えー、誰が本当に日本のことを考えているのか、えー、そしてアメリカもそうですよねそうだと思いますもちろん全部がねトランプさんの全部がいいかどうかっていうのはちょっと置いといたとしても全体的な大きな流れからしてだから、えー、本当にね多くの人たちはあんまりよく分からずに ななんとなくテレビの印象で、まあ、テレビのメディアからもですね、まあ、民主党ハリスさんをよく見せる報道っていうのが多分すごく多いと思うんですよねそしてトランプさんを悪く見せる報道がすごく多いそして残念ながら簡単にそれによって世論形成がされてしまう完了してしまうっていうことなんですで今回の自民党総裁選挙も都合のある人はメディアに取り上げられない都合のいい人だけがメディアで取り上げていくいうことで まあ、全く同じ構造なんじゃないかなと思います。えー、そして、えー、新型コロナウイルスの今回のパンデミック、えー、そして〇〇〇〇、えー、その一連の流れ、えー、すべてとっても同じ構造なんですよね。えー、メディアによって世論形成をしていく。そして、マスクをしてない人は行けないやつだ。〇〇〇〇をしないやつは、そういうやつがいるから、感染をまき散らして、いつまで経っても騒動騒動が終わらないんだ。東京から田舎に帰省する人たちは、 えー、そんなやつがいるから、えー、いけないんだとかもうそういうふうに、えー、メディアによって世論形成さ,させられていくそして世論形成させられていったことが残念ながら簡単にまんまと多くの人たちが洗脳されていってそれが正しいと思い込んで自分たちが一般の人たちがまあわかりやすくグローバリストっていいますがグローバリスト側の味方になってしまっているこれがですね まあ本当に大きなこの構造がひっ,かひっくり返らない一番の要因なんじゃないかなということをこの総裁選そしてアメリカの大統領選挙のまあ世論調査ですねこういうのを見ていくと改めてすごく感じました皆さんはどう思いますでしょうかはいということでまあ自民党総裁選でまあ誰がなってもですねまあ後ろ側に大きな力が 働いていいいいてるののは間違いないと思いますのでもちろん期待はできない部分はあると思いいます期待はできないと思うんだけれどもせめてですねえ少しでもそこに立ち向かおうと何、えー、とか本当に日本を良くしたいと本気で思っている人に、えー、やっぱりやってほしいなというふうに思います。はい、ということで、えー、今日は、えーまあ、メディアによる世論形成についてお話をさせていただきました。 最後に1点ご案内です。9月1日の日曜日に名古屋で神社チャンネルのハガヒカルさんとコラボセミナーをさせていただきます。たくさんの申し込みありがとうございます。リアル参加もあと少し席が残っておりますのでよかったらご参加お待ちしております。アーカイブでの参加もできるようになっておりますのでよろしくお願いします。そしてですね、ニコニコチャンネルの方が先週復活しました。ありがとうございます。そちらの方でクリアファイルの申し込み を、えー、ずっとしていたんですが、えー、スタートしてからすぐにですね、まああのー、ニコニコチャンネルがあの閉鎖されてしまっておりましたので、えー、ちょっと担当の方とも話し合ってですね、えー、9月末まで をえクリアファイルのプレゼント申し込み期間を延長することにしましたそして9月末で締め切ってその後にですね、えー、一斉で一斉に、えー、配送させていただくという流れを取らさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、ニコニコチャンネルの方も、えー、会員登録お待ちしております近々ですね、えー、ちょっとライブ配信の方ニコニコチャンネルでやる予定にしております、えー、そして僕のチャンネルは全部で、えー、チャンネルが削除対策用に5つあります、えー、チャンネル登録、えー、高評価ボタン通 うちベル設定よろしくお願いします、えー、ということで皆さんまた会いましょうバイバイ